俺、スギちゃんがさ、今年の年末どんな生活してるのか考えるだけで切なくなるよ。最近のこの叩かれ率の高さ、見つかり率の高さ、今、下手に売れたら、もう古いと言われちゃうんだよな。芸人は死んだっていうのは、芸人さんらと話した時の、彼らの将来の見えなさっていうのに関係してんだ。えー、っと、これは何回も言っている、芸人やってたらゴールをどこに持っていくのか、だよね。 古典的な、いわゆる自分の冠番組を持てれば勝利なのかと、そうではないわけだよ。だって考えてみて、あの、次長課長の河本君さ、あんなにすっ転ぶわけだよ。言っちゃなんだけど、わずかあんな事件でだ。僕はなんでそんなことを言うのかというと、確か小外団のサイトのところに書いてあったと思うんだけども、つまり彼がやったことは合法か非合法かで言うと、明らかに合法なんだよね。ただそれが国民感情を逆なでして祭り状態になったと。 その祭り状態になった時の対処法としてはどうだったか,のかっていうと、最悪じゃないんだよ。いわゆる、謝らなきゃいけない時に謝らなかったとか、ふてた態度をしたとか、そういうのじゃなくて、かなり最善の対応を取ったはずなのに、あんだけ叩かれるんだ。さて、俺が言いたいのは、じゃあ、その次長課長の河本君が、河本君がって言って俺が同じ吉本だからじゃないよ。本当に誰にでも起こりうる話だから言ってるんだけどもさ、あそこまで上り詰めていて、今、 えー、いろんな市,市町村の親善大使というのも全て返上しなきゃいけないというような状態になっているっていうのを考えると、芸人というのは思ったよりリスキーな商売だよね。いや、もともとリスキーな商売だと思ったんだよ。1万人芸人になりたくて、たった1人か2人しかなれないようなリスキーじゃないな。これは、うん、勝率が悪い商売な割に、1万人1人の枠をかいくぐっても、たった1回あんなことあったら、 盛大にすっ転ぶ商売だっていうのが、俺なんかこう、怖くて怖くて <laughs>、スポーツ選手と変わらん。原因は売れたら特別だと思ってる。それがタレントの宿命。確かにそれがタレントの宿命かもわかんないんだけども、ちょっと時間軸を伸ばして考えてみようよ。30年前、20年前、10年前、現代で、あらゆるテレビに出る人、タレント、有名人の人たちが叩かれることっていうのが、 これぐらいしても叩かれなかったという、いわゆる梅宮達夫伝説みたいです。あるじゃん。こんな風になんか俺がなんかこう、共演者とか抱きまくってきたけども、それ許されたとかさ、長島茂雄伝説とかさ、そういうのってあるじゃん。<laughs> そういう風うなものがもう全く存在しなくなってる。よな。で、根はいいやつ。合法に決まってる。そんな例いっぱいあるに決まってる。うん、そんな例いっぱいあるな。いや、わかってんだよ。昔からまずいことをした芸能人とかっていうのは叩かれてるんだけども、 でも最近のこの叩かれ率の高さ、見つかり率の高さ。例えば、20年前はホテルニューオータニに泊まったらスキャンダルにはならなかったんだよ。これも当たり前の話で。だからみんなニューオータニとかに泊まったんだよ。あんなバカ高いようなホテルに何で泊まるのかっていうと、従業員の口が固いんだよな。でも、フライデーとかフラッシュとかそういう写真週刊誌が出てきてから、その従業員がこっそり情報を売るようになったと。それは何でかっていうと、 日本人が職業に対するモラルを失ったっていうのももちろんあるんだろうけども、ホテルニューオータニっていうところに対して持つロイヤリティっていうのがそんな万全のものじゃなくなってる。だって、現に不倫してるのは悪いことだからっていうふうに考えちゃうわけだね。じゃあ自分は一流ホテルの従業員なんだけども、一流ホテルの従業員だからといって、不倫とか、反社会的なこととか、場合によっては犯罪的なことを見逃していいのかっていう、 当たり前のの近代人の葛藤が起きるわけだよな。でも昭和の時代っていうのはそういう近代人の葛藤っていうのがあまりなくて何よりもまず自分が今勤めている会社に対する忠誠心っていうのが優先されてたからだから芸能人のスキャンダルっていうのはあまり出なかった。で田中角栄が失脚した時に言われたのが一番高隆が田中角栄の研究っていうのを書いて本に出したから文藝春秋が出したから本当に一国の首相が一冊の本で あの時に田中学園の周りの新聞記者たちは全員あんなの知ってたよっていうふうに言ったんだよね。それはマスコミにとっては言っちゃいけないセリフでもあるわけど知ってたんだったらなんでお前ら言わないんだよと。だったら書けよっていうのはあるんだけども、でもそれは逆に言えば、でも田中学園っていうのは俺たちが日本に必要だと思った政治家だっただろうと。だから今書くのは違うと思ったんだという、それぞれ何の職業的な倫理観で書かなかったわけだよな。 だから、立花隆とその当時のマスコミ人たちの差っていうのは、あの、立花隆が立派で他のマスコミ人がダメだっていう単純な問題じゃなくて、職業倫理観のあり方の違い。それは、出版社、出版業、マスコミというものに対して忠誠心を持つのか、それとも国民の知る権利というものに対して忠誠心を持つのかの実に微妙な差だったわけだ。こういうのがあってだな。話が今、急にふっと、えー、変な方向へ流れてきすぎたけど、所詮芸人の話をしております。 叩かれやすくなったって話だよな。だから、芸人としてさ、生きていくっていうのは、もともとさっきも言ったような、1万人の中の一人で、笑わせたり、笑われたり、楽しかったりするような人になるだけのことであって、運が良ければ、先輩に引き立てられりゃ、成功して、好かれて、で、志村健みたいに、一回人気者になったら、20年、30年、40年と食えるのが当たり前の仕事だったのが、今、下手に売れた,たら、もう、 古いと言われちゃうんだよな。俺、スギちゃんがさ、今年の年末どんな生活してるのか考えるだけで切なくなるよ。スギちゃんのこのトークの対応力とかを見たら、心配にならないみんな <laughs>。それは言うなと <laughs>。でも、スギちゃんはいいやつだからって言うのがもうすでに、スギちゃんを否定してる感じじゃないって <laughs>、誰でしょうって書いてる人もいるよね <laughs>。そうなんだよ。それぐらい、ブームになるのも早ければ、廃れるのも早いと。まだね、 ヘイヨパッピーとかね、そういうのはみんな一瞬知ってるからいいんだけど、スギちゃんレベルになってくると、小島の仕事とかだったら一回ちゃんとブームになってるとからいいんだけども、エロシギンとかさ、あ、あと今こう流れてるレーザーラモンとかさ、知らない人がいるうちにブームが終わってしまった感があるじゃんで。スギちゃんって多分それよりはさらにもうちょっと小さいサイズなんだけど。でも、芸人ってこの路線しかないのって思っちゃうし。 一個でもミスがあったら、すごい叩かれると。またミスが起こりやすい。誘惑が起こりやすい。なんでかっていうと、俳優とかさ、アイドルっていうのは、まだ世間に対しての保護される存在。だから、ふたまた疑惑とかさ、あと、家族に対する年金の不正受給みたいなものが、まだ起こりにくいんだよ。あの、でも、芸人っていうのは、生き残ることに、サバイバルに、ものすごい必死だから、 どうやったら効率よく生きれるのかっていうのを常に考えるし、来年になったら仕事がなくなるかもわかんない。俳優がさ、いきなりあいつもう古いから仕事ゼロっていうことはありえないんだよ。考えてみて、杉ちゃんぐらい有名になった俳優が来年仕事ゼロになるってありえないでしょ。でも、杉ちゃんが来年仕事がゼロになるっていうのはすごいリアルな話なんだ。だからこそ、お笑い芸人は副業を探すし、この世の中の甘い話っていうのをどうやっても探してしまうし、それになんか引っかかって転ぶ率が高くなっちゃう。 芸人ってリスキーな商売になっちゃったなと俺思うな。で、得られるものはなんか若い時にモテるぐらいなのかもわかんないんだけど、このモテるっていうのも徐々に徐々に縛りができてきてるなっていうのが、この間この吉村君と話して思ったことなんだけどね。で、おうちしの吉村君と話した時に言ってたのが、俺はモテたいから芸人になったとお笑いやったと。 だから本当はハーレム作りたいと、もっともっと女としたいっていうふうに、本音っぽく語るんだ。で、僕らはそれを、なんか芸人って所詮そんだけだ、モテたいだけだ、女とやりたいだけだというふうに考えるんだけど、果たしてそれがさ、本音かなって俺思っちゃうんだよ。それは、ボクサーがハングリーであり続けなければ、戦えないっていうのと同じような、なんかね、魂の叫びみたいに聞こえちゃったんだよな。で、吉村くについつい、 でも、そんなにモテたい。モテたいですでも、そんなにモテたかったのは、そんなに女とやりたかったのは、10年前ですよねって言ったら、吉村くんが、それを言われると、俺の全てが崩れますっていうふ、ね、<laughs> うに。いや、映像とかがさ、出せないやつだからさ、もう、苦伝でみんなに言うしかないんだけども。でも、それを言われた時の、やっぱり、彼の、なんか、立ち位置の軸が、やっぱ、ブレる瞬間っていうのが、すごいリアルで、 面白かったんだよな。つまり、僕らはついつい、まずお笑い芸人の建前、みんなを幸せにしたい、笑わせたいっていうのを一回飲み込むと。次にお笑い芸人の本音というのを聞く。金が欲しい、有名になりたい、モテたい。この建前と本音だけ聞いて、彼らを理解したつもりになるんだけども、その奥には、その建前や本音すらも建前になってしまうような、何枚も何枚もの層がある。やっぱり吉村君はは32歳の芸人だから、 今自分を勇気づけるために、後輩に言ってることも本音じゃなくて、後輩に威張ってる時ですら、自分を奮い立たせるために、決まり文句みたいなことを言ってたり、なんかそこら辺のリアリティっていうのが見えて、すごく面白かったんだけども、俺は芸人になりたかないし、なれないんだけどさ、こんなリスキーな商売怖くてできないやとは、思ったな。ま、この辺で、芸人はもう終わりなのかと、吉本芸人はもう終わりなのかって言ったら、吉本芸人っていう軍隊 群れれととしててのの生き方っっいいううが、がまだあるるかかもかんないけども、わわんななな。けどそをやちゃ終り気す俺吉本芸人って芸人じゃないと思ってんだよな。今話しながら分かったんだけど。ああ吉本からクビになるよこんな話しちゃったら。<laughs> そうだな吉本芸人って芸人じゃないな。吉本芸人は吉本選手であって吉本芸人団の選手であって良くも悪くもあの吉本新喜劇の中に所属している。 みたいなもんだよな。武士軍団とも違うよね。うん。だからグループ芸っていうのもあるし、芸人同士がお互い引き立て合うっていうのが、僕らはなんとなくインサイダー取引みたいに見えちゃうわけだよね。で、それを吉本以外の芸人も入れて、いろんなくくりを作ることによって、芸能界での芸人枠っていうものの活性化っていうのはちゃんとやってるとは思うんだけども、そこに飲み込まれる方が得なのかなどうなのかなってなことを。 つらつら考えてしまう結論のない話でありました。